たちゃんがドリフトとかやってる車両だから結構歪んでんだろうなっていう期待を込めて、4ミリの前行っちゃってますよ、うん、あー、そんな行ってるんだ。それで3ミリは相当行っちゃってるよメンバーがでしょ、しかもあで、このボルトの位置をやってるってことはボディが動いてるのか、今もこういう状態でこっちにドリフトしておるたい、もう説明できないぐらいさ本当のどこでも行こうと、このねスリーウェイリフトの計測器あれやれば事業もできる、いっぱいもできる、ただしの図面も戻る、だからこれも多分最初が6ミリの前、6ミリ前だから意味で全体引っ張らないとね。このインパクトマジ最高だわ。ああ、え、いいの引っ張って、はい、あー、めちゃめちゃ動いてるよ、マジ嘘、見てよ、もうちょっと引っ張って、ちょっと離れすぎるだから、これちょっと斜め持ってくるね、引っ張ったら高さが変わったってことですか。そうです、スピードとか重視したやり方だったってことですね。そうですね、本当はもっとバラしたりとかすれば、うん、より密な新車に近い、もしかしたら新車以上、新車以上えになるなるなります。結果は出してもらわないドキ車はいいのができるからね、いっぱい走り込みに行くわ。だって今なんか今んとこ見てると歪みも直すし強度も足してくれる、プレートとかは入れるところは入れてくれるっぽいので、おで後日設置の方でアライメント取れて、うん、あとはキサちゃんが優勝してくれるだけですね。そうですね、そうです、よろしくお願いしますよろしくお願いします。軽い感じで大丈夫だな、ダメだね心つながってお願いねこのリフトの凄さが伝わってるかしら、全然女性でもできるわ。4 2ミリ、あー少ない、仕事に大事なのは勘と経験と工具、工具がいいので全てを賄えます。